皆さんこんばんは、 MK です。ポケットモンスタースカーレットパート41やっていきましょう。今回は前回ボロボロに負けてしまったスター団格闘組のアジトにもう一度勝ち込んでいければと思います。なんですけど、このまま勝ち込んでもまあ前回通りレベル差で負けてしまいますよね。ということで今回はある作戦を考えてきました。この作戦を使えばね、多分勝てると思います。どんな作戦なのか気になるという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでチームカーフのアジト、早速勝ち込んでいきましょうか。スター団のボスに再び勝負を挑みますか。挑みます。で、作戦なんですけど、あ、いや、もうバトル始まってから皆さんに話したいと思います。この時点で予想できる人いますか？ぜひコメント欄に書いていってください。もちろんレベル上げとかは一切しておりません。パーティーもそのまんまでいきます。技とかも変えておりません。ただね、いけると思う。MK さん、前回の動画見てて、わ、これだって思ったんですよ。スター団格闘組の美はもう一度戦いよろしくお願いします。いや、ほんとね、レベルが全然離れてて、威力だったら勝てないんだよね。うん、大丈夫。誰であれ、何であれ、スター団を狙うなら砕くだけ。もう背中は見せない。うおー、ということで、美和ちゃん絶対可愛いんだよな。そのフェイスメイク撮った姿とか、映してくれんのかな、今作。いや、どうなんだろう。これ勝てば見せてくれる？いや、多分そんなことじゃないよな。スター団のビワが勝負を仕掛けてきた。はい、まず最初使ってくるポケモンはドクロック、分かってましたよ。で、ドクロック。あのね、絶対にここ、不意打ち打ってくるんですよ。ここは私たちの場所、これ以上荒らさせはしないということで、で、不意打ち、MK さん前回2回食らってたんだよね。で、ラウンドボーンが炎ゴーストタイプだから、不意打ちが抜群で入っちゃうんですよ。で、抜群で不意打ち2回食らうと、オレンジぐらいまでいっちゃうのね、もう6割ぐらいは食らう。で、それを嫌って今回は、テラスタルしましょう。これテラスタルすれば、ゴーストタイプ消えるから、こっち側、抜群になんないんだよ、不意打ちが。これでいけるんじゃないかな。いきますよ、テラスタルからのフレアソング。これで特攻1段階上げて、もう1回フレアソングで多分ドクロック倒せるんだ。で、次のターン、前と同じだったらルカリオが出てくるのね。で、ルカリオが悪の波動を打ってきて、前回 MK さん負けてたので、悪の波動の抜群もテラスタルすれば消えるから、いけると思うんだ。ほら、やっぱ不意打ち使ってくるでしょ。はい、これ全然食らいません。叩いたら叩き返す。最後まで立っていたものが勝つ。そうですよ、その通りだ。こっからフレアソングで逆転していきましょう。いや、不意打ちの抜群消せるのマジででかい。テラスタル、おお、え、急所、え、今急所、急所じゃない、あ、急所じゃない。え、こんな食らってたっけ前回。レベル上がったか、前回の最初よりは。ということで、もう一度フレアソング、待て、毒引くなよ、ラウドボン、毒引くな。あーぶね、今毒引いてたら終わってた。こわ。はい、フレアソングで2段階特攻アップして、毒ロック倒すことができました。ここで何が出てくるかなんですけど、なん、ルカリを出してくると思う。帰ってくるか、賢いな。ちょっと待てよ、あのね、前回ルカリオが出てきたのは悪の波動を持ってたからなんだ。投げつけ猿でもさ、 MK さんに打点あるか。ちょっと待って、体力がこんなもんでしょ、打点あるかな。ないと思う。う、突っ切るわ、火炎放射で。いや、ここフレアソングでも倒せるか。いや、怪しいな、火炎放射にしとこう。そうだね、55レベルだから。うわ、耐えろよ、1回耐えろ、ラウドボーン、ナイス。はい、これで相手防御と特防1段階下がったんで、さすがに倒せる。うーわ、待って、でもさ、こっからだな。前回ボロボロに負けたこの夜猿、あいつをどうやって倒すかなのよ。いや、でもラウドボーンでここ煮立てできたのマジででかい。この夜猿出てくるね。これさ、素早さ負けてるよな、さすがに負けてるよね。負けてるんだとしたら変えないといけない。待て、この夜猿のタイプが分かってないのよ。格闘は絶対入ってるんだけど、いや、分かんねえな、それすら分かんないな。どうで、あくびするわ。いや、これさ、マジで、あれだけやめてよ、毒のトゲ。いや、毒のトゲとあくびのさ、シナジーがなさすぎる、マジで。噛み合ってなさすぎる。で、この夜猿絶対物理なんで、ここどうなるかだな。とりあえず、あくび打ちます。これで、まず凍るなよ、どう、ここで前回凍っちゃったんだよ、あぶね。はい、あくびを打つ。これで相手の、なんだよ、
知らないよ、それは。やる気なんだ。やる気なんだ。それは知らない。知らないよ、やる気は。待て、満タンの薬でラウドボーン一旦回復させる。こっからなんだよな。で、相手が使ってきたあのフンドの拳でしたっけ、あの専用技があるんだよ多分。まあ専用技かどうか分かんないけど、新しい技があるのね。で、フンドの拳の能力を MK さん分かってなくて、前回ラウドボーンが一回耐えたんだけど、その後もう一回撃たれた時にあのめちゃくちゃ威力上がってて負けたのよ。あれがよく分かってないんだけど、まあでも抜群で食らわないと思うからいけるっしょ。フンドの拳も耐えれるっしょ。フンドの拳、あれゴーストタイプか悪タイプかな、何タイプの技なんだろう。とりあえずここフレアソングで一回積んでから解放じゃないと倒せないと思うんで、一旦フレアソングで。相手がインファイト、これでオッケー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 。フンドの拳をもはや使ってすら来ない。まあその時の最高火力で殴ってきますからね。フレアソングでこれどれぐらい食らう。これさ、ワンチャンさ半分いけるんだ。いけるね。これ次ブロロロームだよね。おい、行くぞ。これインファイトでしょ。オッケー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 。急所だけマジ勘弁。いける。いやでも先手取れてないか。ブロロローム、ブロロロームに先手取れてたら、うわ取れてないよな。さすがに取れてないな。あーマジか。ちょっと待てよ。オッケーオッケーオッケー。でもかなりいい、かなりいい。やっぱこれテラスタルだ。テラスタルがマジで大事。で、雨降ってきたんだ。待って、まだルカリオいるやん。忘れてた。おい、ルカリオいるやん。もうブロロロームだと思ってた。ルカリオは、ラウドボーン回復させたいから、一旦シャリタツだ。シャリタツで様子見よう。濁流が、これ、雨で補正かかってるんだけども、どうすっかな。シャリタツ盾にとりあえず満タンの薬を打っちゃうか、それとも、もう攻撃していくかって感じなんだけど、積まれるとまずいよな。悪巧みか、あの剣舞持ってるか。いやでももう持ってない体で動くしかないわ。一旦ラウドボーン回復。ここでシャリタツを一発で倒せる技をこいつが持ってんのかっつう話。竜の波動は無理だよね。おっと耐えたよ、シャリタツちゃん。マジこれさ、いや濁流するしかねえな。どっち早い、まあ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 そっちの方早いよな。オッケーオッケー。シャリタツはうまく壁になってくれました、ありがとうございます。でここからもう雨降ってっからさ、ラウドボーン出せないわ。デカヌちゃん、巨ジオーンか。巨ジオーンのアームハンマーで、いやでも食らわないよなそんなに。でも相手絶対ここ巨ジオーン相手だったらインファイト打ってくると思うの。だからインファイトで防御と独防下げよう。よし、行きます。これじゃあ、アームハンマー撃ちます。あー、波動弾なんだ。インファイトじゃないんだ。アームハン、オッケー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 。思ったより入った。思ったより入ったよ。で、巨人音がもうこれダメなんですけど、別にどう回復させっか。ありだな。どうだったらさ、多分、ルカリオの攻撃、体力半分でも一発耐えると思うの。最高火力が、悪波、いや、待てよ。待て待て待て、相手の次の最高火力が竜の波動だよね。どう相手だったら、だったら耐えるっしょ。ここ地震で行くわ。よし、銅を出して地震でルカリを無理やり倒します。はい、どうですか。オッケー、そうだよね。だったら一回耐えるはず。ナイス、でかいよでかいよでかいよ。で銅の地震でルカリを倒す。それブロロロームの上で地震が起こってたらさ、ブロロロームも地震のダメージ食らうと思うんだけど違います。ビワはブロロロームを送り出したということで、問題はこっからよ。私は負けない、だから力を貸して。これさ、眠る、こういうさ体力が別表記されるやつって眠る、眠らないよね多分。これ行くしかないよね、これ行くしかないよね。地震だ、地震で10万馬力。まあ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 、そっちが先だったらやられるわ。毒も相手は食らわないよな。多分これ状態異常なんないんすよ。そしたらとりあえずラウドボーン出すしかないよね。でフレアソングを積んでってどこまで減るかって感じなんだけど、フレアソング2回で火炎放射いけると思うけどな。はい、おっと待てよ、ちょ待て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 、落ち着け落ち着け。あーやばいやばい、待って、ちょっと待って。あのね、そういうことか。わかった。ビワがすげえ頭いいわ。
これさ、普通にラウドボーンだけ倒すんだったら10万馬力連打の方が相手いいと思うの。なんだけど、そう、持久力持ってるっしょ。ブロロローム持久力あって、プラスギアチェン積むことによって素早さ2倍と攻撃上げるわけよ。これね、全抜き狙ってるってこと、結局相手は。落ち着け落ち着け。あのね、ラウドボーン落とされたら負けるな。いやでも、もうこれもう一回フレアソング打って火炎放射打つしかない。結局 MK さんはそれしか、やばいって、本当に待って、これね、次絶対10万馬力使ってくんの。それ耐えれるかどうかの勝負だ。攻撃2段階上げて、今素早さ4段階でしょ。でこのフレアソングで防御2段階上がんの。もうこれマジで次の10万馬力で落ちたら、ラウドボーン落ちたら終わり。うーわ、強すぎる。落ち着け。いや、いけるよな、さすがに耐えるよな。待てよ。攻撃に倍になってんのよ。で10万、いや、タイプ一致じゃないだろ。耐えると思うよ。いけ、火炎放射。おっと、なんだ。おお、だったらよかった。あー、危ない。何してんの、積んでばっかじゃんすか、何してんの。ビワちゃん、うーわー、危なかった。今10万馬力打たれてたらワンチャン負けたと思う。こわ。なんで最後積んだ、ギアチェン。まだいけると思ったんかな。オッケー。 AI が途中までめちゃくちゃ頭良かったのに、最後の最後でなんか頭悪かった。そしてビワちゃん負けて目真っ白になってる。なんか顔芸がすごいんだけど。フェイスペイントでの顔芸が面白いんですが、みんなごめんなさいということで、いやー、なんとか勝てた。テラスタルが強すぎる。お、1年と数ヶ月前。このストーリーが毎回気になるんだよな。ごめんなさい、やりすぎちゃったかな。気にすんなって、実戦形式のトレーニング頼んだの僕らじゃん。あ、みんなにトレーニングを頼まれるくらいやっぱビワちゃんは強いんだ。でも謝罪の必要などござらぬ。ビワ殿の稽古のおかげで我は手だれ街道まっしぐらゆえ。俺もビワさんがいなかったらポケモン進化できなかったもん。マジボスもビワ姉のおかげでいじめっ子と戦えるって言ってたな。あ、マジボスはいじめっ子と戦いたいのか。本当マジ感謝だよな、ビワちゃん、スター団の鏡。うふふ、そんなことないよ。たださ、練習始めてもう4時間、俺そろそろ限界だよ。4時間も練習してんの。それは確かに限界になるよね。あ、ごめんね、じゃあみんなは休憩、私はランニングしてくるよ。ビワちゃんすごいストイック。我らは交代でトレーニングだが、ビワ殿は常時誰かを指導、その身体が心配にござる。シュウメイ君ありがとう。最近ね、どれだけ疲れてもどれだけ泣きそうでも平気なの。みんなで一緒にジムバッジ真似してダンのバッジ作ったでしょ。あ、ダンバッジね、あれを見るだけでね、私力が湧いて頑張ろうってなるんだ。あー、なるほど、スター団のこの5人はすごい絆で結ばれてるんですね。頑張ったけどダメだった私。でも相当強かったよ。びっくりしたわ最後。あなた強かった。起きてってこともあるけど、これもらってほしい。お、来たぞダンバッチ。どんな写真が撮れるんでしょうか。おー、あ、いいね、拳と拳を交わらせて。カミカミだったんですけども、スター団格闘組クリア、スターダストストリート、いい写真が撮れました。ありがとうビワちゃん。私のポリシーみたいな、お、ポリシー、技もぜひ使ってほしいな。私のポリシーは攻めまくることなんですけども、インファイトもらいました。これでかいね。誰か覚えるかな、 MK さんのパーティー。スターダスト大作戦の MK さん、戦って分かったけどあなた嫌な人じゃないよね。あなたのポケモンたちがあなたを見る目で分かったんだ。お、さすがポケモンを見る目もあるんですね。ただ少しの間私のことを見ないでほしい、ちょっと辛くて、ということで、うおー、また走って行ってしまいましたが、うおーっていうのが口癖なのかな。終わったようだな MK。 ビワちゃん、あ、田中ちゃん、ゲート前で戦った団員だ。話をしたくて来てもらった。話っていうのは、あんた他の下っ端とはボスに対する接し方が違う、その理由教えてくれないか。確かにさ、他だったら普通にスター団の下っ端っていう記載なのに、この子だけ田中ちゃんっていうなんか命名されてるんだよね。目ざといわね。いいわ、話すわ。私ビワちゃんを疎ましく思っていたの。美人でスポーツ万能、トレーナーとしても優秀、入学してすぐビワちゃんはアカデミーの人気者になった。あー、やっぱ強さもあって可愛かったんだね。それまで一番人気だった私を追い越して、
なるほど。それで嫌がらせを、クラスメートに呼びかけていろいろと。本当にバカだった。でも所詮子供の遊びよね。飽きたら次の刺激が欲しくなる。すぐにクラスのいじめのターゲットが私に変わった。なるほど。因果応報よね。でもそんなバカな私にピワちゃんは手を差し伸べてくれた。居場所がないとしんどいよねって私をスター団に誘ってくれたの。なるほど。そういう過去があったんだ。いじめてた本人よ、すごい女性だな。本当にそう思う。団に入ってからは楽しかった。スター団がいじめをしているという噂もあるが、今までの話を聞いてもそんな風に思うの？いや、それは、まあそうなんだよね。なんか、そう、やってスターダストストリート進めてて思ってるんだけど、スター団はね、いじめてる側じゃなくて多分いじめられてる側が集まってた集団なんだよね。今の私があるのはビワちゃんとスター団のおかげ。そうだね。私たちの大事な宝物を取らないで。いやー、そう言われるとなんか、MK さんが間違ったことをしてるように思えてくるんだけども。でもスター団がね、迷惑行為をしてるっていうのも、まあ、事実ではあるからね。いやー、なんか複雑なんだよね。状況が状況なんだよな、スター団もな。完全な悪じゃないんだよ。ロト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 ということで、お、カシオペア、MK、ビワからボスの証、ダンバッジをもらったようだな。もらいました。いや、強かったよ。ふむ、確かに、これでボスがいなくなった、チームカーフは解散に近づいた。そして、なんかビワちゃんのことを知ってる？ビワ。やっぱ思うところはあるんだろうな。すまないな。いよいよ残るボスは一人。すまない。なんかカシオペアのさ、この言い方がすげえ気になる。なんか、何を知ってるの？作戦がうまく進んでいるのは一重に MK のおかげ。ネルケもサポートとしてとても活躍してくれている。いや、そうだよ。結構ネルケさんも来てくれてるからね。MK とネルケは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか？いや、実は短いんだ。そうでもないんだ。いずれにせよ頼もしい友人だな。まるで昔のみんなみたいだ。昔のみんな？何のことを言ってるんだ？昔？まあ、スター団にいた頃ってこと？学校でいじめられてた子たちがスター団を結成したことは知ってるな。はい、そうですね、知ってます。団を結成ししばらくしてボスたちはいじめっ子たちと全面対決を行った。あ、そうなんだ。結果はスター団の大勝利。勝ったの？いや、勝負にもならなかった。いじめっ子たちは皆戦いを放棄したんだ。スター団を恐れた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまった。ああ、なるほど。そういうことでもあったんだ。いやー、なんか、いや、複雑なんだな、事情がな。余計な話だったな。約束の報酬だ。MK のスマホに LP をチャージしておこう。なんかやり返したみたいな形になっちゃったんだろうね。お、1万 LP! いいの、そんなもらって。はい、そして技マシン、マシンで作れる技マシンの種類が増えた。技マシンを使いこなして残りのボスも頼んだぞ。追加報酬は補給班からもらってくれ。わかりました。はい、じゃあ補給班のボタンちゃん。また会いましたね。ボタンちゃん、補給班としてしか、なんか、会えないから寂しいな。普通に会いたいんだけど、来たけど、あ、また、コライドン。なんか、ボタンちゃんに懐いてるんだって。ぐわー、あなたは出てくんな。ほら、懐かれてるよ、ボタンちゃん。仲良くしてあげて、あー、ということで。なんだかこれもお決まりのパターンになってきましたが、ボタンちゃん今回はどんな報酬くれるんでしょうか？もう遊び終わった？あ、コライドン寝てる。へー、スター団そんなことがあったん。いじめをなくしたかったのに今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカばっか。いや、そんな言い方しなくても。なんか、ボタンちゃん、たまに、すごい、鋭いこと言うよね。みんながいじめられてた時、他の誰か一人でも気づいてたら、スター団は悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに、まあ、そうだよね。そんなバカばっかな学校で戦ったって、みんなバカ見るだけなのに。まあ、ボタンちゃんはボタンちゃんなりの意見があるんだろうけど、スター団なんか作っちゃって、マジボスってのも、きっとどうしようもないアホだよ。言い方、鋭いね。そんなこと、いや、そうかな。そうだよ。今回の報酬、はい。ボタンちゃん、なんかスター団に恨みでもあるんでしょうか？MK はポケモンの落とし物をたくさんもらう。まあ、最初に絡まれてたけどね。次は最後のボス、MK 頼んだ。はい、頼まれました。なんかスター団に恨みがあるのになんでスター団の補給班やってるんだろう。その辺も、まあ、最後のボスを倒せば分かったりするんでしょうか？待て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 。
ミニ竜ミニ竜がいたよ。ここ捕まえていきましょうか。ミニ竜ちゃん、ドラゴンタイプですね。これレベル的にどんな感じ？ 51 どうかな。シャドーボール2発ぐらいでうまく調整できるんじゃない？一応種ポケモンではある。うわー、うわー、待って、これさ、固定シンボルだった説ないか。これ大丈夫？大地の波動って何？ちょっと待って、ミニ竜のショックで、そんなのどうでもいいんだが。大地の波動が、フィールドの力を借りて攻撃、使った時のフィールドの状態によって、使う技のタイプと威力が変わる。いやー、これ強いのか弱いのかわかんないな。まあ、グラスフィールドの代わりに持たせておきましょうか。こぼれ種があるので、グラスフィールドあってもなくても同じようなもんですからね。ということで、こちら図鑑データ読んで、あ、そっか。捕まえてないんだ。何が図鑑データだ。そしたら、あとは、待て、コロボウシって捕まえたよね。ちょっと記憶が曖昧なんですけども、コロボウシさん、こんにちは。捕まえてる。コマタナも捕まえた？ちょっと待て、ここも一応見さして。ZL で見た方が早いか。これで、はい、コマタナちゃん。ZJ、待て。ZL で、あー捕まえてるね。そしたら切り刻んは捕まえてないけど一旦いいとして、あと捕まえてないポケモンこの辺いるかな。タマゲタキは捕まえてる。あと周り、あ、そして待って、リーグの人がいるから一応トレーナーたちも、ミニ竜が復活してるよ。捕まえましょうか。プロレスっていうの、若い子の間で流行ってるんです。流行ってるっていうか、多分琵琶がやってただけ。学生の厚みが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはゲンガーなかなかいいポケモンを持ってますね。いやでもゴーストタイプ同士、ここはしっかり戦っていきましょうか。相手はシャドーボール。待てよ、耐えると思うけどどうだろう。タイプ1特攻結構高め。うーわ、結構食らったね。はい、ラウドボーンのシャドーボール返り討ちにしてしまいましょう。さすがに一発だよね。いや、ゲンガー強いからね、普通に。今相手がメガ進化を持ってたら負けましたね。ということで、お、相手はドータ君を繰り出そうとしている。このまま戦っていきましょうか。そう、ドータ君はね、出てきたダイパーの当初はシャドーボール抜群じゃなかったんですよ。そう、鋼タイプって今だとゴーストと悪半減じゃないんですけど、ブラックホワイトまでは半減だったんです。うーわ、耐えられた。待って、おー、ぶねー、鉄壁積んでくれてありがとうそうなんですけど、 XY でね、フェアリータイプに鋼が効果抜群っていうので、多分鋼がね強すぎるんじゃないかってなったんでしょうね。タイプ相性の補正が行われて、鋼はゴーストと悪等倍になったんですよね。だからまあ MK さんとかルビーサファイアダイヤモンドパールあたりからがっつりやってる人は、若干ね鋼にゴーストと悪が通るの頭混乱するんだよな。ポケモン勝負のプロですということで、あ、誰が、あ、プロレスのプロとかけたってこと。まあそんな話はどうでもいいんだ。ミニ竜と戦って捕まえていきましょう。ミニ竜ちゃん、さっきは倒してごめんなさい。急所に当たんなければ多分シャドーボールいいとこだと思うんだ。さっきよりもレベルが1高いということで、どうでしょうか。シャドーボールで、急所これ、うわ、もうごめん、急所関係ないんだ倒しちゃうんだあ、待って、もうこれお任せ回復とかしなくていいや。普通にポケモンセンターで回復させていきましょう。シャドーボールやりすぎか。いけると思った。まあでもミニ竜がね復活するということが分かったので、まあ倒してもいいでしょう。なんなら経験値をもらえたということでプラスに捉えたいと思います。ラウドボーンたちと、お、テラスタルオーブもチャージありがとう。で、お、あそこの湖も怪しくない？ミニ竜とか多分ね、固定シンボルじゃないので、こっち側にも出るかと思いますが、ケッキング行く？ちょっと待って、ケッキングダメだ。後にしよう。あ、ミニ竜やっぱいるよね。よーし、じゃあこいつ捕まえて、ああ、ミニ竜、ちょっと、ミニ竜が沈んじゃってゴールダック出てきたんだが、ゴールダック今どうでもいいよ。コダック持ってるからさ、あなた別に捕まえる必要ないわ。ちょっと、変なポケモン出てこないで、ここで。で、あとは、あれ？ゴールダックしかいないじゃん。さっきまでミニ竜いたのに。もう、そしたら、あ、レントラー捕まえとく？多分、ルクシオもコリンクも捕まえてないよね。いや、でもレベル高いかな。ちょっと怖いな。あ、ヘラクロス行きたいね。こちら捕まえていきましょう。ヘラクロスはオスの方がいい。オッケー、オスだった。そう、角の形がね、オスとメスで違うんですよ。まあ、本当のカブトムシだったら、メスだったら、ほぼ角はないんですけどね。そしたら、ここ。
シャドーボール耐えるんじゃないかな、さすがにあなたは。はい、ミサイルバリーどうだ、スキルリンクが入ってれば5回ぐらい余裕で当ててくると思いますけど、さすがに、あ、てかスキルリンク、まあまあまあそんなことはいいか、これたまあまあまあ大丈夫だよね。でさ、これシャドーボールが結局どれぐらい食らうかなんですよここの調整でヘラクロスが捕まるかどうかっていうのがでかいんですけども、ヘラクロス捕まえたいよね。よし頼むよマジで。そしたら半分だから、これシャドーボールもう一回打ちましょう。暴れるは食らわないよ暴れるは食らわないですね。シャドーボールでこれ乱数次第だけど多分耐えてくれると思うんだ。うわ乱数なんだよ、やめてよそういうのねえ、さっきからさ急所とか乱数でずれんのやめてこの滝有名らしいよ、記念に勝負してあげる。うん、有名だから記念に勝負、写真撮影じゃなくて、芸術家のレナが勝負を仕掛けてきた。使ってくるポケモンはハギギシリ、また珍しいポケモン使ってきますね。まあでもハギギシリはシャドーボールが抜群ですので、ここはシャドーボールで倒してしまいましょう。相手が嫌な音、後続につなげてびっくりした、切り刻んが普通にトレーナーみたいに見えたわ。お、後ろにあれもゴルダックか、ゴルダックしかいないやんねえ、ゴルダックしか水辺いないんですけど、 MK さんはミニ竜が欲しいんです。はい、ということで次のポケモンは何でしょうか。フラージェス、フラージェスか、フェアリーだからここはデカハンマーで行っちゃってもいいですね。じゃあラウドボーンからデカヌちゃんに交代していきましょう。いやデカヌちゃん強いよね今のところ。 MK さんが結構信頼してるのはデカヌちゃんとドオですよ。まあラウドボーンはね普通にメインで使ってるからあれなんですけど、デカヌちゃんとドオだね、ここがパーティーとしてはかなりの主力。あとシャリタツがこっからねどれだけ使えるようになるかという感じでございますが、海トリューはもう最悪だったからね。はい、フラージェスデカハンマーで一発、芸術家のレナとの勝負に勝った。オッケー余裕ですね。調子に乗って滝のような汗、ああなるほど滝とかけてんのか。ちなみにここの滝何か名前がついていたりとかするんでしょうか。はい、パルデア十景乱れ月の滝、おお、これパルデア十景なんだ、へえじゃあパルデア十景の前で今回は終わっておきましょうか。じゃあ次回この前からとりあえずこの辺のトレーナーとまだ捕まえていないポケモンを捕まえていって次の目的地を設定したいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでだったんですけども、 X レックに当たってしまったやめてくださいね。じゃあチャンネル登録がまだの方ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。本当来ないでほしい。